上杉家、大木がやつ、山の内、犬岳、拓磨、ま、これが四上杉家と言われるものですけれども、この上杉家が大きく飛躍するのは、この、えー、頼重の娘の清子が、えー、足利忠氏と、えーまあ、結婚して、高氏、忠義の二、えー、人を産み、なおかつ、本来は諸子であったこの高氏が、 着難の死によって、えーまあ、着難になっててににないく。さらその高尾氏が鎌倉幕府を裏切って後醍醐というのを裏切って室町幕府を作っていくことによってこの家系というのが一気にスターダムにのし上がっていくんですよね。その結果、まあ、4, つ4つの、えー、上杉が、まあ、基本的には室町時代前半はこの、えー、山内とそれから犬掛けこれが、えー、主人公になっていきます。 で、えー、タクマは、その後もあんまり振るわなかったんですけども、最後は、あの、江戸幕府の、えー、旗本になっています。犬掛は、えー、滅亡しちゃいます。あの、扇ヶ谷つも滅亡します。山内は、この範秀の子孫が、後継旗も、あの、旗本に。この範定の、えー、血筋的にはこの二方の子孫が、難しいところですね。途中で長岡が幼少を迎え入れて、その子孫が大名詞に残りますから。 上杉氏が苦難の時を経て、えー、安定していくのはこの観音の情乱です、えー。まず上杉憲明さん、えー、この人があれですね。成吉親王と足利義の鎌倉将軍府が作られた時、兼、え、務、ー、の申請でね、えー、この成吉親王というのはあの後醍醐の王子ですね。この成吉親王を征夷大将軍、足利忠執権として鎌倉将軍府が 作られるんですけどもその時の日差し版としてこの上杉範明が登場してます宗高親王に仕えていた上杉重草の子孫ということでこの上杉範明がこんな良い信の側近で取り上げられたんだと思います36年に父の範が36年は叔父の範が戦死した結果上杉氏の家族を範明が継承することになります芝家長も北本家秋へ戦って戦死したために だから、こうしてみると、範明、範藤、彼らがいずれも北畠秋家によって、えー、まあ、戦死していると。で、さらに柴家長が秋家に戦死しているということで、秋家というのは、この上杉範明にとってはものすごくいろいろ関わる人物ですね。まあ、最もとも明三も1338年5月15日に石津川、現在の堺市で戦死していますけども。その柴家長の後任として、足利義明による鎌倉府の出自、えー、になっています。まあ、これは関東関連の始まりですよね。事実上の。 越後の国の平定に尽力したんですが官、えー、能の上乱で高尾寺に敵対して、えー、信濃の国に追放されましたところが足利元氏によって復権しています元氏て追放された畠山国清の後継として関東官礼、越後光月の守護なりさらに武蔵平一騎という武蔵の国の黒人の一騎を鎮圧して、えー、武蔵守護にもなっていますこの乗り焼の時代に関東に 完全上杉重義という人物、えー、なかなかこの人物、ちょっと謎なんですよね。果樹王ののウルであった同盟という人物と加賀の局の間に生まれています。先ほどの形図で見ると、えー、ここですね、清子の、えー、妹にあたる加賀の局の間が生んだのが重義ですで。父親の出場がよくわからないんですよ。 十字家の人間であるというふうな話もあるので、どうも家重寺の別当とかいろいろ言われるんですけども、えー、とりあえず家重寺の僧侶であるということぐらいしか実はわからない。いろいろちょっとわからないんですけども、あのどっちかやったらこのかあの母親の捨てを頼って、この則房の,あの養子になっているというのがどうも、えー、なったみたいですね。則房の養子になったと。で、この重吉、彼は、あの、 え割合、えー、実は有名な人物であって、畠山忠宗とともに河野諸の排斥に動いています。これが観音の乗乱の始まりですよね。観音の乗乱のスタート、始まりを切ったのはこの人物です。畠山忠宗、えー、上杉重吉、えー、そう明吉らが河野諸直を、えー、まあ残言したことに始まると。 その結果、諸直による御所負けを経て、えー、忠義の失脚に受けて、えー、彼は越前の流産になります。で、えー、現地で殺されています。上杉智貞、重明の子ですね、廃人した。重明が死んだ時にはまだ若かったようです。ということは、どうもあの上杉重明がいつ死んだか分からないが、この1321年以降、えー、1333年以前亡くなってるんじゃないかと。この上杉智貞は従って、 清子の貢献、えー、を受けているようです1337年には丹後の守護、引き付け当人を経てますけども、えー、観音の上乱で忠義に従って、信濃の国で、えー、亡くなっています。このように上杉というのは原則として、基本的に忠義派に、えー、くっついていったということが伺えます。で、なぜそういうことになったのかということですけども、もともと上杉氏は、 高尾寺忠義の外籍として高尾寺忠義に食いついてくっついてたそういう家であってまあ,あの鎌倉幕府がそのまんま続きなおかつ、えー、高氏が早死にしなかったらまあ,あの上杉家は足利家の所流である高尾寺忠義の側近として細々と行きでいったんですよね。一方高氏についていたのはもちろん、えー、足利家の笠を代々務めていた 講師、えー、の河の諸直らなんですけどもおそらくはこの河の諸直を含むこの講師がこの高吉が早死にしたことによって高氏付きになったんですね。その結果上杉氏からするやなんか講師が入ってきて面白くないと、えー、いうことで講師とは対立する、えー、道を選んだと。 それが結果的に諸直と忠吉の対立が始まると上杉氏は、えー、みんなこぞって忠吉の方に接近していたということが言われています。上杉義則、えー、という人物、えー、彼が結構重要な役を示す。あの範明の子なんですが、重義の養子になっています。この義はは、えー、太平など等では この向こう側にて、ものなら,一,ら一族を殺害したという人物として取り上げられています。まあ実際には上杉義則なのかどうなのかは実はよく分かってない。あの上杉なんとかさんという、あの、カント名乗りの名前で書かれてるんですけども、そいつがこの義則だと言われたけど最近あの、重吉の実子である上杉重末じゃないかという話もあります。 諸直一族を殺害した、この上杉義則ですけども、重末かもしれませんが、まあ、義則も諸直一族の殺害にまあ関与してないわけはないと思うんで、河野諸直とは、えー、まあ、この重吉の養子とこともあって徹底的に戦う。で、忠義に従って、えー、まあ、敗戦してます。あの、忠義が鎌倉に入った後、高氏はそれをかけていく。その時に、 え箱根で高城を迎え撃って敗戦しています。で、その結果、流罪されたんですけども、斜、えー、面されて、関東管例として足利氏光を、えー、補佐するようになっています。まあ、これは結局あれですよね。足利元氏の、えー、存在が大きいですよね。また元氏については、また後でちょっと見てみます。で、えー、上杉智久さん。 上杉の理不尽の子ですね、あのえー、北仏明忠勝戦死した、えー、こちら、大木が谷上杉ですね。父の戦死後、上杉智貞らの貢献を受けながら、観音の上乱では忠義型と、やっぱりこれも、こうも忠義型です。上杉家は、まあ、基本的には、あの山之の内、拓、え、磨、ー、犬掛け、えー、それから、あの、大木ヶ谷、えー、問わず、基本的に忠義型についています。忠義型を従って、えー、まあ、信濃に行ってます。 まあ、復権後は、えー、上瀬の守護あるいは篠野の守護を経て篠と二人で関東官僚をやってますが1770年以降関東官僚を辞任したとも言われており京都や鎌倉その両方でその姿を見ることができるということでまあ9 0年までそこそこ、えー、結構活動時間期間は長いです35歳で引,引退した後は 関東管連を辞任したというふうに言われてますけれども、関東管連を、その辞任が認められたかどうかも不明だし、ただ、まああの、京都に結構うろうちょろしているところを見ると、関東管連の職務は、えー、やめていて、むしろ、えー、京都と鎌倉の、えー、連絡とか、そういう結構重要な、えー、問題には参画してますんで、失脚したわけではないようです。 ここで鎌倉憶法についてちょっと見ていきますと、鎌倉憶法での取り上げてもいいのかなと思いましたけども、この上杉を鎌倉憶法について一切触れずに上杉を触れるのはちょっと難しいので、えー、もう鎌倉憶法もここでやっちゃいます。まあ、初代鎌倉憶法、足利義明ですね。鎌倉幕府滅亡時に人質となって鎌倉にいましたが、えー、鎌倉を脱出後、幕府攻めの総大将にえ担がれています。 刑務については鎌倉将軍府にひっついてます。まだ1330年生まれですから、建武の死のはまだ5歳とかそうなんで、まあ、成吉新のうが、まだ足も、まあ、50歩、100歩ですけども、えー、ちょっと成吉新ののは、えー、年上ですね。鎌倉将軍では成吉新の足,足利忠義に次いで席次を与えられていますが、実際には成吉新のとも飾も、えーまあ、り物です。鎌倉将軍府、足利忠義が上洛してからも鎌倉にとどまってます。 観音の上乱で足利忠義が失脚したのを受けて、忠義の後任として上洛し、やがて二代目将軍に、高氏の死を経てえ、二代目将軍になっています。義昭の後継いのは、この足利元氏ですね。この義昭と元氏は同母です。どちらも最後の執権、北条盛時の妹と高氏で生まれています。 あの彼は足利忠義の養子として忠義に養育されてみたためです。だからこの元氏っていうのは実は尊氏の方でありますが、高氏派忠義派で分けるならば忠義派というふうに分類されますね。で、上洛した義明の代わりに、えー、関東に下校してます。 まあこの段階では、高氏はもちろんまだ小さい子供、12歳の子供ですから、自分の子ですし、忠義はまああの没落してますから、元氏は高氏派だと思ったんでしょうけども、日を衆教を滅ぼしたまではいいです。畠山国清という高氏がつけられた関東筋を罷免し、自分が子供の頃に面倒を見てもらっていた上杉憲明を関東関連に復活させて、高氏派を排斥して、忠義派を登用すると。 さらに宇都宮・氏綱から光月と越後の主語を剥奪して範明に与えるなど、この上杉範明には元氏はものすごく強要しています。まあ、だからこの元氏の代に、えー、上杉家は忠吉派にひっついて、ばば引いたかなと思った瞬間、ここで上杉家は元氏にひっつくことによって、一気に関東の支配を、えー、確保そうわけなるですね。で、この元氏というのは基本的に高氏派の排除。 佐忠義派の投与によって、えー、鎌倉府を構築していた人物です。足利氏光及び上杉憲原。まあまず氏光から一応見ていきましょうか。光まあ、範原のま先に死んじゃうんですけども、氏光は元氏の死んだと鎌倉区法を継承しています。元氏って28で亡くなるんですよね。この鎌倉区法の家系ってみんなものすごく短命で、 蜘蛛に比べると圧倒的にあのサイクルが速くて、足利義満から名前をもらってるのは2台になりますしね、氏光と三つ金の2台になりますし、ものすごくサイクルが速いです。氏光さんは上杉氏の補佐を受けて関東に引き寄るが支配権を、えー、築くことに成功しています。その上杉ですけども、この上杉憲春を見てみますと、この足利義光に近似して、神津家主婦になってます。 ところが、これ実はですね、この上杉典春さん、ちょっとややこしいことがありまして、典春さん、ここにいらっしゃいます。本来、典秋の公記、正式なこうは、この乗り,り方。 これ、あの、黒田元樹さんによると、ノリマサと呼ぶべきじゃないかという話もあ,ありますけども、ということはノリマサなんだろうなと思うんですけども、なんだかもうノ方で、えー、ずっと作ってて、今日、急に帰るのもしんどいんで、乗り方で行きますけども、えー、この乗り方さんに本来は行くはずだったんですけども、このノリハルがそこに出張ってきたと。これは、宇治光に個人的に気に入られたからなんですね。1377年には関東関連になっています。 ところが、えー、彼が昨日と比べたのは1379年、攻略の政変によって芝義行が氏、えー、光の擁立計画を立てます。それに応じて氏光は上洛計画を立てました。で、これによって、えー、範治は政治的な立場が壊れちゃったんですね。要するに氏光に次々従えば京都との関係が壊れる。 京都との関係が壊れると、あのこの乗り方らにが、えー、黙っちゃいないと。しかし逆にここで宇治光に反抗すると、宇治密との個人的な関係で、えー、まあ関東からになってる以上はのりはるさんはもはや求心力を保てないと。あののりはるの立場というのは非常に難しくて、宇治密とよしの関係が良かった。 ただようやく安定するという関係あったんですけども、氏光と義満の関係が破綻した以上は、範治も破綻してをらないと。だから、範治としてはもう進むべきは一個かなんですね。もう死をもって氏光を諌めるぐらいしかないわけです。要するにあの、この説得に失敗すれば、どちらにしろ範治はあの積んでるわけですね。積んでしまった彼は、えー、自害することによって氏光を 氏光はその宣治が、えー、腹を切ったことによって目が覚めたのか上洛計画が中止になってます。まあ芝義行がどの程度氏光の擁立を真剣にあの考えたかっいうのはちょっと微妙なところですよね。義行とすればこの氏光にいざとなったら乗り換えるよという形で圧力をかけた結果、義光は細川由竜を失脚させたと。 え、いうことで、その、えー、よりゆき失脚を勝ち取ればもう、よしきとしては別にもうどうでもいいと。極端な話言えば、よ行きからすりゃ、よしでも宇治みでもええんですよね。宇治みは、この吉光からの圧力を結局被ることになります。吉光にとって、この宇治みいうのは、やばいやつと。大山氏の乱が起こったときには、大山氏を滅ぼしています。 まあ、それによって、上杉氏を、えー、牽制すると。要するに、えー、俺に逆らえば、俺は本気出すでと、と、えー、いうことで、まあ、しかも、小山氏の乱で、小山氏を滅ぼしたことによって、足利自密の、えー、権威は、えー、結構強いということは、はっきりしてきました。ということは、えー、上杉氏にとっても、そうそう、それには,はできないと。 吉光と氏光の関係は、氏、まあ、光がべこべこ誤った結果、よくなった、それからあの欧州慣例、大崎市の力が今一つ発揮できない都合で、1390年には陸奥ではの国の統治を一時的に委任されます。えー、上杉紀方さんですけれども、範春が死んだ後は関東慣例、で、大山市の欄、えー、では、この紀方は随分活躍したようで、 神津下野家、武蔵、伊豆、阿波の主語を、えー、宇治光から、えー、引き渡されて、まあ、上杉家は関東一帯に力を持っていくと。その次の関東関連は上杉とも宗でのり犬掛犬藤の子ですね。兄・智房が隠遁、えー、して、えー、京都と鎌倉に田をうろうろするようになった後は犬掛上杉氏の家督を継いでいます。他の範方が死んだ後は関東関連や武蔵主語などをやっています。 彼の主な的な実績としては、応援の乱にこうしようとした足利光兼を諌めています。でその足利光兼ですね。足利光兼さんは氏光の着手です。応援の乱にこうして出兵した人物ですね。しかし、上杉友夫さんに止められて、結局そういう意味では、足利氏光、足利光兼、いずれも出兵。 平は考えあの京都と全面対決を考えても、えー、上杉氏がそれを引き止めると、えー、上杉氏の助けがなければ関東九方は、えー、手出しはできないということになりますこの足利光兼は弟の光直と光貞をそれぞれ笹川、えー、稲村陸奥南部に下していますこれはあ,のあれですよね この鎌倉将軍府が陸奥ではの支配権を認められたということで、陸奥南部に自分の弟たちを派遣するんですけども、それに対して陸奥南部、現在福島県の伊達郡の黒人領事であった伊達政宗の乱を招いています。ちなみに今日我々をしている伊達政宗というのは この、えー、伊達政宗の、えー、名前をあのもらったものです。伊達照宗の、えー、息子は本来なら、えー、伊達家の代々の例から言えば伊達秋宗にならだったんですけども、えーまあ、吉明さんいなくなっちゃったんであの仕方がないから政宗の名前を大江の政宗からもらってます。伊達政宗、この伊達政宗は鹿川義光やご縁優と血のつながりがあります。伊達政宗の母親というのは足利義光や 御縁雄天皇のの母親の姉妹にあたりますそん立政宗の乱を招きあの上杉氏則の,の活躍で鎮圧に成功するとこの結果、えー、この上杉氏則この友宗氏則こちらの力が伸びてくると乗り方、えー、乗り張るこの乗り方の、えー、死後この、えー、上杉友宗上杉氏則この力が伸びてくるということになります。 ちなみに、えー、足利家のあれではこういう感じですね、素直と三ツ畑が、えー、それぞれ笹川、えー、稲村、こ,このところのサイクルが、えー、非常に早いんですね。20代、えー、30なるかならんかで、えー、死んだり40、まあ長くても40までしかいかないという、えー、非常に短い、えー、家系です。持ち主の場合は、まあちょっと違いますけども。鎌倉久保と 関東関例なんですが、はい、鎌倉久保はでですね世襲ですねねこれは世襲と決まってるんですか、あるいは京都の将軍が任命すするんですか京都の将軍から承認は得ますけども、どうなんでしょうね、官職を一応、配慮してるというのと、それから元、まあ、服にあたっては足利将軍家から、 名前を配慮するというその2点があるんで完全に独立するわけじゃないんですがさりとて室町将軍家が三、えー、つ金じゃなくて三つ直にしろとかそういうことはできない感じですね。関東関連の方はこれは世襲ではないんですね。あまあ一応上杉家にはで,では世襲では、えー、あっちこっちくる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 まあ上杉家の中でこれも京都の方から任命されてみたいですね。 鎌倉久保に人事権があるわけではなくて京都の将軍の方が関東関例を指名するわけです,そうですお前やと。だからものすごく難しい立場に範原さんが立たされるわけです。です家は上杉に固定されてるわけですねこの時代は。そうですだから上杉といってもいろんな家があるから誰にするかは京都の将軍が決めると。うん あの基本的にはもうほとんどこの山内に固定されていてこの友宗とその息子の氏のりが、えー、ちょっと入ったぐらいですかね上杉の中の主流はこの山の内上杉なんですそうです本家筋は山の内上杉になりますかねだけどあの北条の徳宗家みたいに圧倒的な力を持ってるわけじゃないんですねうんじゃないですあ足利将軍のように 圧倒的に一本が力を持っているわけじゃないんで、経済はこの役者になっていくんですね。関東関で立場は難しいですね。ものすごく難しいですね。大中性を掴む。それあの鎌倉副防と京都の将軍とが仲良くやってるということであれば問題ないですけども、うん、よくトラブルますよね。あの、まあ、トラブルしかないですね。<laughs> 仲良かっ時代、ほとんどないですよね。トラブルしかないのに、だけど、一本化しようとはしないんですね。 あの結局お互い手放したくないかでしょうね。特に京都からすればこの上杉家の人事権を握ることがもう最大の最命綱な,なんです多分。だからあの鎌倉九方からするとできる限りそこのところで自分の言い分を通したいということでこの犬だけがこうニュキニュキと突き出してきたりするんですよね。あるいはあの範春がいはがきななり関東関連になったっていうのも まあ、京都サイドは乗り方の方を押していたんだけども、まあ、最終的にこう交渉して、京都があれするんだけども、その時に乗り張るかみたいな、決定的に破綻すると、京都の方が強行して、殴るりになりますね関東関例というのは、鎌倉公房を補佐する役割と、京都の将軍を忖度しながら、鎌倉公房を見張る役割と、両方あるんですかそうですね 非常に微妙な職ですねこれそうなんですよねだからのりはるさんとかのりさんぜひとももにさんは皆さん結構困ってると思いますね歴史の関東国は皆さん困ってると思います国だからあの京都からしても悩むところなんですねそれが、うん、あの実は全宗の乱の時に出るんですけども上杉家というのはそう独自の所領とか独自の軍事力を持ってるんですか 持ってます神月はもう、えー、上杉家がずっと諸護職を持ってますね。関東管領という職を離れても有力な経済力と武力を持ってるわけですね、持ってますこの人たちますそういう意味では強いのは強いですね。関東区方の,の武力のかなりの割合をこの上杉が担ってるんじゃないかな。まあ逆に言ったらそれだと室町ロも都合がいいと。京都からコントロールしやすい上杉が鎌倉府で。 大きな力を持ってる方がいいと。うん、室町幕府ってのは面白いですね。なんでこんな複雑なことを考えるんやろうと。多分その場限りでこう作り上げてた結果、ものすごいややこしいものが出来上がっちゃったと。いうのが室町幕府なんでしょうね。これ。江戸幕府なんかすっきりしてますもんね。鎌倉幕府の抑圧反対だって、こんなにややこしいことないですもんね。<laughs> 室町幕府はややこしい <laughs>。あの多分間に合わせで全部現物合わせで作ってるからでしょうね。 現物合わせの間に合わせて一う一生懸命作ってるからもうあっちこっちがああっち,あっちこっちがあのもうゲタゲタにキしんでるというのが室町幕府かなときちっとした設計図を持って作ったわけじゃないんですねこの組織はそうですねもう全部現物合わせ鎌倉府マクいうのは忠義派の拠点になったんですかそういうことになりますねどうもそういう見方があるみたいですねこの元氏以下忠義派がヨシハザエセ京都から見てね けしからんと、あのう、潰して前へと、はならなかったんですね。あのー、結局、京都の方でも、忠義派が、結構、あの芝山名とか。忠義派が結局、<laughs> なんだかんだ言うて、あのう、ー、ずるずると手から持ってますからね。まあ、観音擾乱で忠義負けたけど。忠義負けたけど、なくなっちゃうわけじゃないんですか。か結局、忠義はとの妥協を図りながら。 旧忠義派の関係があの京都にもいっぱい入ってくるし関東はもうほぼ抑えられちゃうので結局忠義がそういう意味では室町幕府の、まあ、影響を持ち続けた人物になるのかなと、うん、結局忠義の亡霊とどう、まあ、折り合いつけていくのかっていうのを、うん、室町幕府のあれ,だあれ宿泊だったのかなという気もしますねそういう意味で尊氏派としてがっつり皇嗣、まあ、がほぼいなくなっちゃったんで 結局、高氏派としてがっつり信頼できるので赤松、京極、うん、結局、それ、戸澤家ばっかりですよね、あの高氏にくっついてくれたじゃ足利一門というのは。結構、忠義に言ってますね。芝 <laughs> とか、細川はどうやったかな、細川は両方に分かれたんか、結構、両方に分かれるケースも多いからな。まあ、高氏とね、忠義が。 破綻しなければねやってたんだけど何の問題もなかったはず。